はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、宇宙戦隊キューレンジャーと遊ぼう超ラッキーです。はい、限定9玉付きのキューレンジャーと遊ぼうの第2弾が出ました。今回は超ラッキーで、価格は前回同様に999円。今回の限定9玉はクジャク9玉。クジャクスキルの秘密パワーを大公開、敵を惑わすクジャクパワー。前回のケンタウルス9玉と同じであれば、デラックス基準のベースがシルバー系のカラーのはずですから、早速作っていきましょう。いつも通り本誌の内容としては、ミニゲームが遊べるものがたくさん入ってて、今回はそれプラスクジャク9玉の解説も細かく載っております。表紙には竜コマンダーとかコグマスカイブルーもいて、キューレンジャーもいつの間にか11人戦隊ですよね。まだゴールデンウィーク前なのに。9玉の外箱はこうなってて、カラーではありませんが、細かく連動遊びが載っておりますし、今回も組み立て式でパーツが入っておりますので、ちゃちゃっと作りましょう。あ、やっぱりクジャク9玉もデラックス基準のシルバー系の成型色がベースになってますね。落ちちゃった。はい、中には全部で6つのパーツが入ってて、説明書も付属しておりますので、これ通りに組み立てていきましょう。まずは正面のパーツを下にして、個別認識のピンが入ってる底面パーツをはめて、絵柄が入ってる方のグリーンのクリアパーツを置いてから、内側のパーツをセット。さらに反対側のクリアパーツを後ろからはめて、最後は側のパーツを外側にはめ込めば、はい、あっという間というか数秒でクジャク9玉が完成しました。相変わらず超簡単。ではクジャク9玉本体を詳しく見ましょう。ぐるっと見回すとこで、後ろ側、横、正面、上側で、今回は割と濃いめのグリーンのクリアパーツをベースに、ナンバー部分はしっかり銀ピカシールで32番、回すライドもできますから、ちょい固めかな、カチッカチッとしっかりロックしますし、回転することでクジャクの絵柄になりますね。近づいてクジャクの絵柄を見るとこうで、尾っぽの羽をガバッと展開した状態。第1弾のケンタウロス9玉同様に、ベースカラーはシルバーメタリック系で、デラックス版を基準にしてますし、他のデラックス版9玉と比べてもベース部分のカラーに差はありませんね。特別な限定9玉もだんだん増えてきました。ちなみにグリーン系だと双子とカメレオンがありますが、ちゃんとどちらとも色は違いますね。今回は結構濃いめのグリーンです。そして発光絵柄は、おお、かっこいい。クジャクの尻尾が展開しているような絵柄で、さらにキラキラと光ってますから、これはなかなかセンター映えする絵柄かも。なので、キューレン王にはめて光らせれば、はい、グリーン系の発光は、こうですね。発光すると色の違いがよくわかりますし、クジャクの絵柄やっぱりいいかも。セイザーブラスターと連動を回すライド。クジャク9玉。クジャク9玉でグリーンの発光、まずは変身。スターチェンジ。クジャクの音声はなくて特殊攻撃。どんな音かな？おお、なんかちょっとイーグルっぽい、獣王イーグルみたいな感じ。バサっていう羽ばたき音声とクエっていう声。もう一回。うん、動物の声が鳴るのいいですね。さらに、ボイジャー召喚。クジャクボイジャーとか、なんか実際ありそうですよね。
はい、クジャク、ボイジャーでバサックエー。もちろん操縦音声はならないと思います。そうですね、なりますが個別音声ではない感じ。もちろんいろんなデラックス玩具に対応してますから、キューバックル、リューバックルかを使ってキュー玉の転送、転送遊びとかボイジャーアイテムへの合体とか、キューザウェポンでの必殺技、他にも最近発売した流通エーダーにガブリンチョすることもできます。まあ、琉球玉の音声になっちゃいますよね。はい、ということで宇宙戦隊キューレンジャーと遊ぼう超ラッキーに付属する限定キュー玉のクジャクキュー玉を紹介しました。前回のケンタウルスキュー玉と同様に今回もちゃんとデラックス基準に作ってあって、見た目も音声連動もバッチリでしたし、発光絵柄もかなりかっこよかったですね。そして特別なキュー玉といえば、29日から大熊キュー玉キャンペーンが始まりますから、それも手に入れ次第すぐにレビューします。以上、宇宙戦隊キューレンジャーと遊ぼう超ラッキークジャクキュー玉の紹介でした。回すスライド。